はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。はい、ちょっと今ね、何言ってるかわかんねえよって思われた方結構いると思うんですけど、ちょっといつも朝起きたら公園に行って漫才しに行くんですけど、なんか落ち着きの方もいると思うんですけど、喉がめちゃくちゃやばくて、はい、ちょっと今日漫才できないなということで、急遽ね、なんかお散歩動画っていうか、別になんかその喉やべえな動画をちょっと撮ってみようかなって。これマジやべえなって感じで、なんかちょっとね、動画作っててアフレコしなくちゃいけないやつとかもあって、でそれって個人的なやつじゃなくて、なんかそのイベントの動画とかだったりして、早めにやらなくちゃいけないんですけど、なんか喉がこんな感じになっちゃって、もうとにかくこの喉の治し方のスペシャリストといいますか、なんか喉の治し方こんなあるよみたいな、ネジ膜とかなんかあったらもう何でも試しますんで、なんかコメントとかいただけるとすごいありがたいなということで、はい、ちょっとお散歩しながら、ちょっとその喉が全然治んないんで、マジでやばいなってことで、誰か助けてくれる人お願いしますっていう感じで、動画撮らせていただいております。いや本当にね、この喉もうこの感じで行くならば、もうこの感じの喋り方マスターしないといけないなって感じなんですけど、本当ね、聞き取りにくくて、もう何ですか、ナレーションとかはもうやばいかなって感じなんで、もし直し方してる人いたら本当教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ということで、すごく短くなってしまったんですけども、今回見てくださった方ありがとうございます。それでは、何か詳しい方、喉を直せるよって方、コメントいただけるとありがたいです。お願いします。それでは失礼いたします。